古代ローマ人というと、歴史番組や映画などでもよく彫刻そのままのような風貌が表現されますよね。では、彼らは実際どんな生活を送っていたのでしょうか。正直、お風呂のイメージしか湧かないという人も多いかもしれません。今回はそんな古代ローマ人の一日に迫ります。意外にも現代に劣らない部分も多い彼らの生活をぜひ最後までお楽しみください。古代ローマとは、紀元前753年の建国から約1200年も続いた古代ローマ。最初はイタリア半島から起こった都市国家でしたが、瞬く間に勢力を広げ、地中海全域を支配する一大帝国となりました。そんなにも拡大できたのは、征服した国に自国の価値観を押し付けるのではなく、各地の慣習や宗教を尊重して穏やかに統治したからと言われています。外国の思想や技術も柔軟に取り入れたことで、古代ローマでは現代まで通ずる政治の仕組みやインフラが発展しました。当時の水路の中には今でも現役で使われているものもあります。かなり高い技術力を持っていたことがよくわかりますよね。古代ローマ人のモーニングルーティーン。まずはそんな古代ローマ人のモーニングルーティーンを見てみましょう。古代ローマでは起きる時間も寝る時間も太陽が基本でした。朝6時頃、日の出と共に目覚め、身支度を整えます。ただし、古代ローマ人は起床後も顔や体を洗うことはありません。というのも、当時は貴族も庶民も昼過ぎに大衆浴場に行く習慣があったからです。そのため、貴族でも自宅に浴室がある人は少なく、庶民は庶民で住宅事情も相まって、そもそも水道が通っていない家がほとんどでした。身支度を済ませたら、庶民は貴族の家へ向かいます。そこでなんと、貴族から朝食としてパンや果物、チーズが入ったカゴが無償で配られ、特に貧しい市民には現金も与えられました。さらに庶民は貴族に悩み事を相談したり、ビジネスの根回しをお願いしたりしたそうです。貴族と庶民というと、どの時代も格差があって近づけないイメージがありますが、この慣習は意外ですよね。でも古代ローマでは、持ちつ持たれつの関係が普通で、貴族は庶民を支援する代わりに、選挙の際には自分に投票するようお願いしていました。古代ローマ人の仕事。朝の腹ごしらえを終えたら、それぞれ仕事を始めます。庶民の仕事は、農業やワイン作りだけでなく、大工や靴職人など、ものづくりをしたり、商店を営む人など、様々でした。また驚くことに、家庭教師や医師など、高度な知識が必要な職業に優秀な奴隷がつくこともあったそうです。一方、貴族の中でもエリートである元老院議員は、ローマのあらゆる問題を議論するという大役がありました。古代ローマは絶大な勢力を誇った結果、大勢の人が小さな都市に集まったことで課題が山積みでした。路地はどこも混んでいるし、街も汚れていたり、土地不足で住む環境が良くなかったりと、議論することはたくさんあったんです。ただ、議員の仕事時間はまちまちで、日暮れまで議論が続くこともあれば、午前中で終わる日も多くありました。古代ローマの学校。大人たちが仕事に励む間、古代ローマの子供たちは、私たちと同じように学校に行きます。と言っても、庶民の子供たちの教育は、ちゃんとした学校ではなく、人が住んでいない家や、路上で行われました。それでも多くの子供たちが、読み書きや簡単な計算くらいは習得していたため、古代文明にしては識字率も高かったと言われています。これらの初等教育を終えると、貧しい家庭の子供たちは働きに出て、裕福な子供たちは古典や天文学、数学や地理などを学ぶ中等教育に進みます。15歳頃になると、古代ローマ社会で出世するためには必須スキルだった弁論術を身につけました。ちなみに、当時の平均寿命は30歳程度だったため、15歳にもなれば十分大人として扱われました。意外にも教育制度が整っているように見える古代ローマですが、中等教育以降は男性に限ったものでした。これは古代ローマの市民権は男性のみ、町にも女性が入れない施設が多くあるなど、男女格差が大きかったからです。古代ローマは外食先進国だった。仕事や学校が終わったら、今度はお昼ご飯です。古代ローマ人の昼食は外食で済ませるのが一般的でした。これには庶民の辛い住宅事情が関係しています。土地不足の古代ローマでは、
庶民たちは5、6階建ての集合住宅で暮らしていました。狭い部屋がぎゅうぎゅう詰めのこの集合住宅では、水道を引くのも難しく、まともな台所が確保できなかったんです。そのため、火を使わない簡単な料理か、外で調達するしかなく、軽食を安く提供する飲食店や、出来合いの食事を販売するお店が発展したというわけです。実際、集合住宅の1階部分には、食べるなというお店があることが多く、調理済みの食事やパン、ワインなどを買って、その場で食べることもできました。古代ローマで人気だったのは、麦で作ったお粥です。他にも、煮込み料理や串焼き、オムレツやサラダなど、サイドメニューも充実していました。また、食べるなと似たような形態で、ポピーナと呼ばれるワインバーのような宿付きの飲食店もありました。さらに古代ローマには、すでにファーストフード店も存在しました。これは、バールと呼ばれ、路地に面した L 字カウンターに食事が入った壺が埋め込まれていて、食べたいものをサクッと買えたんです。ちなみに、壺をカウンターに埋め込むのは、保湿や保冷効果があったからと言われています。この頃には、オーブンやかまども発達していましたから、古代ローマの技術はやっぱりすごいですよね。貴族も庶民も裸の付き合いだった。昼食を済ませたら、いよいよ古代ローマ人たちの大好きなお風呂の時間です。当時の公衆浴場は入浴施設だけでなく、トレーニングルームや飲食店、図書館や劇場まで完備された商業施設のようなものでした。公衆浴場は料金さえ払えば老若男女、貴族から庶民、そして奴隷まで誰でも平等に利用できました。垣根を越えてみんなでおしゃべりや娯楽を楽しみ、社交場としての役割も果たしていたんです。そう考えると、なんだか日本の戦闘文化にも似たものを感じますよね。刺激的な古代ローマの娯楽。お風呂の後は古代ローマの一大娯楽施設コロッセオに向かいます。今もイタリアの観光スポットとして人気のあのコロッセオです。私たちが見慣れたコロッセオでもその大きさには十分圧倒されますが、現在残っているのはあくまで骨組み部分だけです。当時はなんと5万から7万人もの観客を収容できる超巨大施設だったと推定されています。コロッセオも座席番号の書かれた招待状さえあれば誰でも無料で入場できました。これは大衆からの支持を得たい主催者の貴族が開催費用を負担してくれていたからです。ここにも貴族と庶民の持ちつ持たれつの関係が反映されていたんですね。そんなコロッセオで行われた娯楽は、公開処刑や剣闘士同士の命を懸けた決闘という現代人には到底理解しがたいものだらけでした。公開処刑では死刑判決を受けた罪人が熊やライオンなどの猛獣に追いかけ回され、最終的に猛獣の餌になっていたそうです。罪人が命からがら攻撃を避けると、観客からはブーイングが起こり、血が流れるほど大歓声が巻き起こりました。またこういった人間対動物だけでなく、剣闘士同士の命を懸けた決闘も大人気でした。多くの剣闘士は剣や槍を使うにもかかわらず、上半身裸で戦わなければなりません。その理由は、剣闘士が負傷し血が流れると観客が大盛り上がりするからでした。コロッセオの異様な熱気はいつもは道徳心のあるローマ市民をも狂わせてしまうようです。では、そんな恐ろしい舞台に立つ剣闘士にはどんな人がなるんでしょうか。最も多いのは奴隷、そして死刑宣告された戦争捕虜、また生活費を稼ぐため仕方なくというケースもありました。なんせ命の奪い合いをするわけですから、やっぱり好き好んでなるものではなさそうですよね。でも意外なことに剣闘士はちゃんと職業として存在していて、自分の意思で目指す人もいました。かつてローマ軍で活躍した兵士や、なんと上流階級の女性にもそういう人がいたそうです。というのも、命の奪い合いとはいえ、実際は敗者の命乞いが受け入れられるケースもあり、必ずしも毎回死者が出るわけではなかったんです。また剣闘士でも勝ち続ければやがて引退し、自由の身になることも多かったそうです。戦いが得意でやりがいを感じる人にとっては、剣闘士はある意味天職だったのかもしれません。真夜中まで続く宴。娯楽を楽しんだら16時頃には夕食を取り始めます。庶民にとって明かりを灯す油は贅沢品でしたから、明るいうちに夕食を済ませ日暮れと共に寝ることが普通でした。基本的にはお粥やスープ、
乾燥肉など質素なものでしたが、公衆浴場で出会った貴族に豪華な宴に招待してもらえることもありました。当時の貴族たちはかなり頻繁にこの宴会を開き、お互いを招待し合いました。別に飲み会好きだったわけではなく、これも自分をアピールし、有力者との関係を深めるための大事な社交場だったんです。そのため、豪華な料理やワインを提供するのはもちろん、部屋の装飾にこだわったり、踊り子や曲芸師を用意するなど、雰囲気の演出も重要でした。また面白いのは、古代ローマの宴会マナーです。参加者はみんな寝そべって、なんと食べるのは手づかみ、そして貝の殻や肉の骨など食べかすは地面にポイポイ捨てていました。手は奴隷がきれいに洗ってくれましたが、自分の服で拭いてしまう人もいて、その場合汚れた服はそのまま使い捨てにしていたそうです。さらに料理をお腹いっぱい味わってつい出てしまう大きなゲップもむしろ大歓迎されました。時には誰かのゲップに応えるように他の人のゲップが続き、参加者の満足度が常に気になる主催者はそれを聞いて安心していたそうです。前菜からメイン、デザートまで7種類以上にわたる豪華なコース料理が終わったら、今度は真夜中までワインを飲み続けます。古代ローマではワインを水で割るのが一般的でしたが、一気飲みするなど一晩でかなりの量を飲んだため、結局最後にはみんなベロベロだったそうです。中には満腹になったら吐いて胃を空にして飲食を続ける貴族もいたそうですが、なんでそこまでして食べたいのかちょっと理解に苦しみますよね。こんな宴会が週に何回もあるんですから、貴族の人付き合いもなかなか大変です。こうして古代ローマの夜は更け、朝日が昇るとまた新しい一日が始まります。以上ざっくりでしたが、古代ローマ人の一日をご紹介しました。1200年も続いた大帝国ですから、一口に古代ローマといっても時代によって異なる部分はあります。それぞれの生活の違いを調べて比べてみるのも面白いかもしれません。今回の動画は以上です。いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。